こちら経営理念がエンジョイカンパニーという経営理念を掲げてまして、エンジョイカンパニーというのは、まあ楽しくということもあるんですけども、その中身はお客様が満足し、社員が成長し、会社が利益を出すと、この3つをこうハッピートライアングルって呼んでるんですけど、ハッピートライアングルの生産関係でこう拡大させていくということを経営理念にしてます。目指すところは反則ポップの最強助っ人というところを目指してまして、売上が上がるとか、あるいは店が華やぐとかですね、この反則ポップの本質が体現できるような、そういう事業にしていきたいなと。でやっぱり小さい会社ではありますけど、人が成長していくようなっていうところを、一番大事に考えてまして、商品で差別化するっていうのは、限界があると思うんですけど、人間で差別化ができて、先生に頼めば、きっちりやってくれるよねと言われるような、やっぱり会社になりたいなというふうに思います。